どうも孤独でございます。どうもどうもありがとうございます。ここはね、岩手県紫波町でございます。岩手県紫波町でございましてね、これから石取屋、岩手県の石取屋、花巻市石取屋のラーショーに行きますよ。ラーショー、ラーメンショップ、そこで確かに6時31分から開店のとこでね、らしいんですけどね、さすがに6時31分きっちりに入るわけにいかず、これからね、南下してラーショーに行ってまいりましょう。この右手にね、五郎沼っていうとこがあるんですね。五郎沼ね、白鳥の平市してね、カモがね、散々いるところ。まあ、何もない沼なんですけどね、釣りできるとかそういうとこではないんですけども、まあ来てみたらいいですよ。で、大体この辺りだったかな、あの花巻市の境ってね、石取屋町内がこの左曲がったところね、石取屋町内の方に入っていきます。町内って昔ね、石取屋町だったわけですね。で、4号線をひたすらもうちょっと南下していきましょう。はいはいはい、ここが境ですね。こっから花巻市石取屋に入ってまいりました。この左がね、道の駅南部当時の里、南部当時発祥の石取屋でございますからね、南部当時の里でございます。確かラーショね、この辺りだったと思いますね。この辺りがラーショあったんじゃないかな。右手にあったと思いましたよ。もういつかは来ようと思ってたんだよな。さてね、ラーショ見えてきましたよ。もう分かりやすいよね、ラーショね。うまいラーメンショップラーショ、うまい。6時31分より昔ね、結構それでニュースとかになったんだよね。まあ行ってみましょう。ではね、今日はね、うまいラーメンショップで食べてきます。僕が頼んだのがネギ味噌ラーメンでございます。気温は高めでございますが、こんな時こそ味噌ラーメン食べてがっつりと汗をかいてまいりましょう。やっぱりラーショのラーメンは安定のお味でございます。これだから日本全国ラーショは親しまれてきたのでしょうね。今年はどうも暑い夏になりそうですね。暑いからこそ汗をかいて塩分もしっかりと補給しないといけませんよね。今年の僕は高校時代に高校球児だった時並みに汗をかいております。暑くてへばるということもなくなりました。新陳代謝が良くなっているからなんでしょうね。暑さに打ち勝つ孤独なのでありました。ネギ味噌ラーメンも中盤戦へと突入いたしました。ほとばしる汗を拭いながら食べ進めるのであります。それにしても人間の体ってよくできておりますよね。暑い時には汗をかいて気化熱で体温を調整してくれるのですから、血管が詰まりそうになると血圧も上げてくれるし、脳を使って疲れると自然と甘いものが欲しくなりますよね。本当に素晴らしい。こんな体を作ってくださった主に感謝でございます。おかげさまで大病を患った後もこうやって元気に味噌ラーメンを食べることができます。塩分はそもそも人間にとって非常に大切なもの。世の中で言われていることなど気にすることなく、
自分の体に相談しながら食べるラーメンなのでありました。ネギ味噌ラーメンも最終盤戦へと差し掛かりました。もうどのぐらい汗かいたか分かりません。汗かいた分だけ塩分補給でございます。午後からバリバリと仕事をしていけそうですね。僕は減塩なんか気にしておりませんので、いつでも元気であります。血圧も標準そのもの。そもそも世の中で言われている標準ってのが間違っているでしょう。